おばんでした、もちこです。髪をちょっとバッサリと切ってしまいました。伸ばしてたのにね、切りたくなっちゃってね、衝動に勝てなくてね、切ってしまいました。で今日は久しぶりにレンタカーをして、ジモティで家具を、譲ってもらう予定なので、その家具を取りに行ったりとか、あとアンティークショップ屋さんに行ったりとか、なかなか車がないといけないところをお出かけしたいと思います。その自粛期間中に家にいる時間がすごい多くなって、家のねインテリアをもうちょいなんかこだわりたいなっていうか、もうちょっとなんかこう家にいてテンションが上がるような感じにしたいなって思って、チモティで安価でそれなりにこう自分が気に入る感じのやつないかなって探してる時に偶然見つけたので、今回はそれを譲ってもらいます。車の運転本当本格的にやるの久しぶりすぎて本当に怖い。やっぱずっと運転してないと、ペーパードライバーっていうかさ、どん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 運転するのが怖くなってって、どん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 乗れなくなっちゃうから、もう何事も挑戦ですよね。今は江別に向かってます。テーブルを譲っていただきました。こっち下にちょっと足が4本あるんですけど、結構重いな。古いものを探してて、ですごい安くこれが出品されてたので1500円くらいですね、譲っていただきました。歴史を感じるような古いものがすごい好きで、好きになったんですよ。
からガソリンスタンドでポリタンクに灯油を入れたいと思います。冬私は灯油ストーブを使ってるんですけど、その灯油は配達業者に頼んで配達もしてもらえるんですけど、やっぱそうするとちょっとお高いので、ガソリンスタンドで入れると今はリッター77円なのかな、ここは今すぐそこにガソリンスタンドあるんですけど、まあ、せっかく車でお出かけできるというあまりないチャンスなので灯油を入れたいと思います。ガソリンスタンドでポリタンクに灯油を入れてきました。ポリタンク5個分入れたので結構大変でした。重労働ですね。一息ついたらなんかラーメンでも食べたいな。私が今行ったところは2号店で、本店の方には1回行ったことがあるんですよ。その時もうねめっちゃ美味しくて、特にねあのごぼ天が好きでさ、私あそこのなんかすごいね下味がめっちゃしっかりついてる。であのスープとも合ってて、最初はこうサクサクってごぼ天食べて、でだんだん汁がこう染み込んでってしなしなになったごぼ天を食べるのがすっごい美味しい。お客さんが全員男の人でしたね。女の人が一人もいなかった。なんかね結構おしゃれな感じ、全部カウンターで、カウンターでね8席くらいしかないのかな。パーソナルスペースがちゃんと守られてて、一人でも安心していける、だからこうワイワイガヤガヤしてる人とかがいないから安心して一人で食べれるから、女性の人をねもっとお客さんいてもおかしくないのに。そしてこれから灯油のポリタンクとテーブルを家に運んで、で次はですね、ベッドのベッドフレームを、またそれもジモティでね、ジモティで掲載していたものを譲っていただくので、でちょっと時間がねないんですよね。ちょっとギリギリなんで遅れないように急ぎます。今ポリタンクとテーブルを自宅まで運びました。めっちゃしんどかった。今ですね無事ベッドフレームの受け渡しが完了しまして、これからまた自宅に戻ります。とっても綺麗なねベッドフレームをすごい格安で譲っていただけて本当に嬉しいです。暗くて私の顔が映ってるかは分かりませんが、今無事、自宅にベッドのフレームを全て運び終えました。一応ねレンタカーは8時まで予約してて、あと3時間あるんですけど、もう
用事終わったのでガソリン入れてもう返却したいと思います。おそらく次のカットは私の部屋だと思います。はい、それではまた後ほどお会いしましょう。ついてしまった。最悪、なんでこういうの忘れちゃうんだろう。